とことんやりこむ、どうもナオチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も高パワーのアーティファクトを目指してやっていきたいと思います。ここだね、デイリーのレベル3、変更点がモブの速度 30% アップで、遠隔モブの 50% が雲に変わる。なんかやりにくそうなんだよね。雲が多いと、クリーパーを食らう可能性が増えるんで、強いかもしれない。で、プレイヤーは成長のエンチャントなのよ。なので今日は、普通の矢ビルド。まあ、だいたいこれか、カバンビルド、どっちかで行くんだけどね。これで行きます。この苦痛の矢、成長がつくと結構強くなるので、おすすめだね。では、頼むよ。いいやつ出てくれよ。行きましょう。では、行きましょう。まあ、特にね、問題なく、行けると思うんだけどね。全く問題なく行けるでしょう。まあ、この、ソウルが溜まるまでが、若干、気をつけなきゃいけないぐらいで、あとは特にないでしょ。ああ、なるほどね。こういう感じで雲がいっぱい出てくるっていうわけか。ちょっとそこはきついかもしれないけども、まあまあまあ、大丈夫っしょ。もう少し、ああ、いや、きついな。もう少しソウルを貯めていきたいんだけどな。ソウルを貯めて普通の矢を連射できるようにしておきたい。普通の矢がねバンバン出るようになればもうほぼ無敵だから、それまで持っていければいいでしょう。ノーマルの雲はいいね、ソウルを貯めやすい。こっちじゃねえな。こっちじゃないでしょ。下でしょ。ああ、はいはいはい。こっちね。すげえ。あ、もういいか。ある程度溜まったんで、あとは、もう苦痛の矢をバンバン打ちながら、行きましょう。苦痛で敵を倒すのね。ソウルが出てきたらいいんだけど、出てこないんだ。いやじゃ出てこないんだよね。出てきてもいいだろうに、ほんと普通の矢で、打ちそびれたやつを通常で倒して行こうか。よし、まあ、とりあえず全然余裕でいけそうなので、このまま先に進んでいきましょう。いや、やっぱりデイリーだ、強い。敵の HP がまず違うし、なんだ、クリーパーの爆発一発で死ぬ。攻撃力もなんか違うな。しかも強制戦闘の時さ、急に出てきたクリーパーがすぐ爆発する時ない？あれなしだよね。もう爆発したんかいというのが、あれで、ね、さっき死んじゃったし、マジできつい。あー、やばい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 、おう、あぶねえ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 。とっさのポーションバリアでなんとか切り抜けたね。よかった。で、ここあれだ、このね、ツタを倒すとソウルが手に入るんで、このツタをうまく使っていければ全然いけるね。ソウルがわずかになったとしても、ツタをねバーって倒せば結構回復するもんね。半分以上回復するもんね。ソウルの枯渇はね、そんなに問題じゃなさそう。ここは。余裕だわ。ただ、この不意に出てくる、クリーパーにだけ要注意。それだけ注意すれば、全然いけるわ。よし。ここで終わりだね。どれだ？クリーパーか。これ。あぶねあぶねえ、もう全然油断ならんな。
最後の強制戦闘で死ななければ OK でしょう。クリーパーの顔だこれか。でこっちはですね、違う、当たりよし。で最後ちょっと油断せずに行きましょう。結構離れとったがいいもんね。真ん中あたりで戦っちゃうと急なことに対処できなくなるんで、この辺で戦っとくか。ああちょうど前にね壁があるしいいんじゃない。おれい、あのねやけど持ち絶対きついやつ。はい、え次余裕、終わりか、そろそろ。あべあべ、クリーパーが近くに湧きやがった。まだよし、クリアだね。うん、まあ楽勝ってほどでもなかったけど全然いけました。さあアーティファクト来てくれよ。さあどうだ、頼む、かぶるな。思いっきりかぶった。あーうーん、ハイランドワックスいらない。もうアイテムちょうど300個か。マジでいらないって。回復のトーテムでしょ、254あるんだ。回復のトーテムこの前出たもん。あれどこだったっけ、あった今回復のトーテム。あれもしや俺ハイランドアックスじゃなくて回復のトーテムの方を捨てたのか。まあいいや、どうせ同じだ。254。うん、持ってても意味がないんで。まあまあまあ。とりあえず、アーティファクトのパワーはどんどん上がっていってます。うん。まあ、全部255ぐらいを目指してやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。